柳瀬博文君。はい、えー、日本維新の会の柳瀬博文でございます、えー。時間がございませんので早速質疑に入りたいと思いますけれども、まずあの羽田の新ルートについて、えー、懸念の点についてですね伺いさせていただきたいと思います、えー。この羽田の機能強化が必要であるということ、これはですね本当に大きな課題だなというふうに考えてきました。私はあの大田区の出身でございまして、えー、区議会、都議会と経験してまいりましたけれども、おまあこの首都圏 の国際競争力の向上といった中で,です、ね、このアジアの中で、どれだけこの東京が地位を占めるか、その上で,です、ね、重要なことは、このハブ空港ですね、チャンギやインチョンといった空港とどう誤するです、ね、あの空港に羽田をしていくのかということ、これは長年の課題だったというふうに考えております、その中で、2010年にはこの D 滑走路が完成して、国際線も就航した。 あわけです。それでもまあ便数が足りないという中でこの新ルートができたというふうにまあ尊敬をしているものであります。その中でですね、私もあのこの新ルートについてはこれ推進する立場からですねこの活動してきたわけでありますけれども、その中でま懸念の点がありますのでこれをお伺いしたいというふうに思います。この新ルートが発表された2014年からまあこれ新入角飛行機のまあ新入していく角度でありますけれども、まあこれが3度ということが、ね。 これずっと説明されてきたわけですねそれが急遽ですね昨年の7月末にこれ3.45度 とするんだということがされ、ましたこれ全世界の空港のです、ね、99%以上はこれ、3度であります、つまり世界標準が3度となっているわけですよね、その中でこの3.45度とした、これ、イレギュラーなことなんです。で、国交省はこれ、騒音対策として導入したものだというふうに説明されているわけですけれども、まあ、この説明でよろしいのかどうか、他の理由はあるのか、またその騒音対策の効果、これはどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。 国土交通省和田航空局長お答えを申し上げます約6年前の平成26年に、羽田空港の新飛行経路を提案させていただいて以降、その経路下となる各地で60にわたって住民説明会等を開催してまいりました。その中で住民の皆様からは、騒音影響を軽減してほしいとのご意見やご要望をいただいたところです。このような声を受けまして これまで安全上支障のない範囲で着陸地点を海側に設置することにより、高度を引き上げたり、また羽田空港の着陸量体系の見直しによりまして、低騒音機の導入促進など、騒音対策をお示ししてまいりました。しかしながら、その後の説明会等におきましても、騒音影響の軽減について、引き続き強いご要望をいただいていたところであり、これを受けまして、 昨年7月に追加対策の一つといたしまして、高価格の引き上げにより飛行高度を引き上げることといたしました。で、効果でございますけれども、本年2月に南河川運用での実機飛行確認を行っております。その結果を本年3月24日に公表しておりますけれども、それによりますと、着陸経路下の8箇所の測定地点におきまして、継続的に3.45度で降下した場合の平均値と、 3度で降下した場合の平均値を比較すると、継続的に3.45度で降下した場合の方が、2.7デシベルから0.5デシベルの騒音軽減効果があったと考えております。柳瀬博美君、はい はいえー、ありがとうございます、まあ、あの1デシベルから0.1デシベルという話もありましたあの、これはちょっと以前のです、ね、報告書にはまあそうなっていたということでありますけれども、まあ、騒音対策で極めて重要です、あの地元としてはです、ね、この騒音、どうやって低減していただくのかというのが一番大きな課題、えー、ですから、あのできるだけです、ね、あの騒音の出ない機材を使っていただく、まあ、その施策はさ。 多々されているということも存知しているわけでありますけれども、まあ、この騒音対策が重要だということは分かるんですけれども今のレベルで,です、ね、本当にこれ騒音対策になっているのかということなんですね。 でこれなぜこのことを申し上げるのかというならばです、ね、まあ、これ、3.45度で侵入することに対して、各所からさまざまな懸念が表明されているという事実がございます、まあ、これ、決算あの、行政監視ですか、でも取り上げられていることでありますけれども、これ、イファルパという。 団体がございましてイファルパというのは国際定期航空操縦士協会連合会ということで、まあ、パイロットの全世界的な協会の皆さんが出している書面の中には、この RNP 侵入ですね、これ3.45度の角度での侵入は、侵入着陸に必要な装備を整えることによって、大きな損を発生させる可能性が高いと。 というこ,とでこれ、逆にですねこれ騒音が高くなる可能性というのを指摘しているわけであります。かつですね懸念される点ということで、これ、通常よりも角度が大きい侵入、この3.45度というのは、通常よりも角度が大きい侵入、急角度侵入なんだということであります。で特にですね夏季の数ヶ月間は、この外気温が40度近くまで上昇することから、3.8度近くにまで達するんだと。 ちょっとここ細かい説明を省きますけれども、そのことによってです、ね、ほとんどのパイロットが今まで経験したものとは大きく異なる侵入角を経験することになるという懸念が表明されているわけです。他にもです、ね、通常とは異なる滑走路の見え方、非常に違和感のある見え方となるんだと、通常とは異なるフレアといった、こういう懸念点が表明されているわけであります。さらにです、ね、こここののアルパパジャパンとということでこれは日本の パイロットの皆さんの組合でありますけれども、ここも声明を出していまして、その中で最後の結びの部分だけしか読みませんけれども、進入方式に対する安全を一定程度確保することは可能であると私たちは考えています。しかし、これはあくまでも、新進入方式を実施するにあたっての対応策である、東京国際空港において、今後も継続的に3.45度の進入方式を実施することに対して、安全上のリスクが存在し続けることになることから、 将来的にそれらリスクの緩和を図る必要があると私たちは考えますということをこれ、声明出しているわけですよね。パイロットの皆さんが安全上のリスクが存在し続けることになるということをですねこれ、表明されているわけであります。そこで、ですねそもそも羽田空港というのは、交通がもう渋滞している状況でありまして、5分に1機がです、ね、ランディングしていくというような、極めて まあてまあ、混雑している、まあ、状況ですよね、えー、ですからまあ私もパイロットの方にですねあのヒアリングをしてまいりましたけれども、まあ、羽田というのはそもそも難しい空港なんだという話がありました、その上でさらにこの3.45度の角度で侵入していくというのは、もう難易度はです、ね、かなり上がってくるという話であります。そこで大臣にお伺いしたいんですけれども、この侵入角を目的変更した目的であるまあ騒音対策効果と。 ということなんですけれども、まあ、これは効果は限定的であるというふうに考えます、まあ、これ日経新聞の5月4日にもですね、羽田ルート新ルートの騒音低減効果は不十分という分析が出ています、まあ、これでは75%で十分な改善効果がなかった4割弱は騒音が悪化していたというこの分析もございます まあそういう中で,です、ね、安全上の懸念が表明されている、まあ、この3.45度での侵入、これについては再検討すべきなんではないかというふうに考えております。少なくとも、この気温が高くなる夏場、夏季の期間だけでも、この3.45度の運用を取りやめるべきなんではないかというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います赤間国土交通大臣。 あのまず、柳川政委員におかれましては、ご地元の大田区選出の議員さんとして、長年にわたりまして、首都圏空港、中津区羽田空港の機能強化について、さまざまな問題もあったと思いますが、ご理解をいただき、ご支援もご指導もいただいておりますこと、この場をお借りいたしまして、心から感謝を申し上げたいと思います。今、お話もございましたように、この羽田空港の機能強化、大変長い歴史の中で、専門家の皆様の検討をいただき、また東京都や千葉県と、 さまざまな関係の皆様との協議を重ねた結果、今後、容量の拡大をしていくためには、この新飛行ルートの飛行をお願いせざるを得ないということで、私が就任する前の昨年8月に、国交省として新飛行ルートの導入を決定したわけでございます、このよくご承知だと思います、ただもちろん、大前提として、安全の確保というのはまあ言うまでもないことでございます。 この安全の,かあの高価格の3.45度での引き上げということは、先ほど局長からも答弁しましたが、あの地元住民の皆さん、騒音のことについても大変ご心配もいただいておりますので、騒音対策ということで引き上げたということでございますが。 あのやみくもにやったわけではございませんで、航空会社の協力を得まして、まず引き上げる前に、航空機の性能、気象など、さまざまな条件を設定して、まずシミュレーターによる安全性の確認を当然のことながら行わさせていただきました。私もあの引き継いで、このことについては、まあ、専門外でありますけれども、しっかりと責任者としてです、ね、このことを確認しなければいけないということで、えー、3月の4日にですね、 この本年1月から実機飛行訓練としてですね、新飛行ルートを実際に運航された、えー、全日空と日本航空のそれぞれのパイロット、またその責任者の間で、そしてあの飛行機の運航の専門家も来ていただいて、えー、実はしもう率直にさまざまなヒアリングというか、話を聞かせていただきました。まあ、その中であの、パイロットの皆様からは、ですねこの高価格の引き上げ自体は、 技術的には困難ではない、そして今回のこの引き上げというのは事前に周知がなされていたので、その準備も十分できたので、これは実は安全に着陸ができたと、ただあの夏場についてはです、ね、これこれからなんですが、今先生言われたように、景気の数値より実際の高度は高めになるということなので、3.45度で入って、実際ではそれより角度がつくので、あの 最終的に三3度で着陸に入る方式、まあ、2段階方式でやった方が、より安定した進入になるというお話もいただきました、で一方で,です、ね、航空機材、今の航空機材の安全性の相当向上もしているという点いや、まあ、以前と比べて操縦室内のパイロット間の,あの総合確認の徹底、これ、は多分昔はです、ね、先輩後輩のしきたりが厳しくて、あなかなかそういうことは言い合えなかったのが、今はそういうことじゃなくなるとか。 また、必要に応じて着陸をやり直す、ゴアランドの運航手順も確立しているし、例えば仮にトラブルが発生をしても、行方にも安全装置が用意されていることからシビアアクシデントになる可能性は限りなく低いといったようなお話も伺いました。またあの羽田空港にについててはですね実は実新飛行ルートに比べて今の方が 急カーブで入ってくるので、実は技術的には実は難しいし、あの伊丹空港とか福岡空港なんかも相当難度が高いということで、新飛行ルートの,、えー、あの安全性というのは全く問題ないというお話をいただいたわけでございますが、まあ、当然です、ね、でこれ、安全シーワに陥るということが一番私は危ないと思っておりますので、引き続きパイロットの皆さんだけではなくて、管制官等の意見もしっかり聞きながら、管制と そうあのパイロットの皆さんの相互の理解というのも非常に大事だと思いますので、そうしたこともやりながら、ですね当然のことながら万全の安全の確保に、えー、努力してまいりたいと、こう考えております。 柳瀬文君、はいえー、丁寧なご答弁ありがとうございます、もうあのこの問題にです、ね、あの深く取り組んでいらっしゃるということで、よく知っているわけでありますけれども、えー、ただこの航空士、あの航空操縦士のです、ね、皆さんがこういった懸念を表明されているということは、やっぱりしっかりと重く受け止めなければいけないというふうに思います。じゃあ、それだけのリスクを取ってです、ね、まあ、リスクという言い方をあえてしますけれども、リスクを取って、じゃあ、騒音低減効果が、じゃあ10デシベル下がりますというのであればです、ねえー、それはまだ検討の余地が。 余地がです、ね、あるかもしれないんですけれども、今のお話は2.7デシベルというような話があります最大値であります、でも、ある一方ではです、ね、やっぱり効果は全くないんだというような話もあるわけですよ、その効果が不十分で、しっかりとです、ね、この確立されていない中で、このようなリスクを負う必要があるのかなということなんです、それでそもそも論なんですけどね、これ、羽田の現状の減便の状況というのはどうなっているんでしょうか、教えてください。 和田航空局長お答え申し上げます羽田空港では、コロナウイルス感染症の影響を受けまして、今週、これ5月17日からの週でございますけれども、運航便数につきましては、国際旅客便は感染症拡大前、これは1月の19日からの週と比べておりますけれども、95%以上減の週335便。 国内旅客便はあー同様に80%減の週700便となっております。 いや長瀬博文、はい、ありがとうございます、まあ、あの羽田、全然飛んでないんですよで、航空需要が減少しているという中で、あのこれ、IATA ・国際航空運送協会がです、ねまあ、13日に発表したのは、まあ、国際線が昨年の水準まで回復するのは4年後になるだろうという、こういう見通しも出しているわけであります。で、私たちがです、ね、どうやってこの新ルートの話をしてきたかというと、これは国際競争力の上えで、向上の上で必要なんだということであります。羽田の機能強化が必要だということです。 それは需要があるからだということなんですね、需要がある、飛ばさなければいけない、だからこの都心上空をですね飛ばしていただきたいというお話をこうしてきたわけであります、しかし今、需要がないわけですよね、その中でこの都心上空を飛ばす理由ってのはないと思うんですよ、今、コロナ禍の中で皆さん、大きな不安を抱えていらっしゃいます。 そこで,です、ね、この都心上空もバン,バンこう飛ばしていくというのは、これはです、ね、やっぱり控えるべきことなんではないかと、まあ、需要がないのに、これを飛ばす理由っていうのは一体何なのかということで、私はです、ね、この運用を、いずれです、ね、これは新飛行ルートをしっかりとです、ね、あの需要が伸びてきたら使うということを前提にして、これ、一時停止するべきなんではないかというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。 国土交通大臣あの国際線の需要が4年後に戻るという予想というのは、その何を根拠にされて言われているか分かりませんが、私たち国土交通省はそうした前提で考えておりません、で実際、東京オリンピック・パラリンピックも1年後には開催されるということで、延期が決まりましたので、また観光政策、国政策の責任者としては、今のままでいいわけがなくて。 航空業界、並びに観光関連業界、大変厳しい状況ですから、もちろんこのコロナウイルス感染症の状況が落ち着き次第強力な需要政策、需要喚起政策も補正予算で計上していただいておりますので、こうしたことを踏まえて、一日も早く元の元気な日本にしてです、ね、来年は東京オリンピック・パラリンピックをしっかり開催したいと。その時には あの私も別にいつこうだという肯定的なことではありませんが、私たちの目標としては、できるだけ早い機会に、えー、航空需要も復活をさせるということで、えー、この東京、あの羽田空港の新ルートというのは、そうした前提のもとでの、これは、まあ、お同じ共通の理解だと思いますが、その前提を我々は崩していないので、それはその方向で、えー、やっていかなければいけないというふうに考えておるところでございます。 柳瀬博文君、はい、ありがとうございます、まあ、これ、えー、なんで3.45度で飛ばさなければいけないのかという問題なんですねあの、航空需要が早く回復していただきたいというのは当然そうです、IATA は4年後と言ってますけれども、もっと早く回復していただきたい、えー、ですし、元の需要に戻って、えー、しっかりとです、ね、この新ルートも使って、えーまあ、多数のです、ね、ハブ空港としての地位をです、ね、羽田空港は占めていただきたいと、うこういうふうには考えていますけれども、この3.45度、 を飛ばす理由が騒音対策ということであれば、騒音対策としての効果が極めてこう不確実な効果しか今、現れてないわけですよね。ですから、その中で、この3.45度で、この安全上の懸念されている中、飛ばす必要はないだろうということ、これをです、ね、あの申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました 神まご。